つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさかあの清美さんが。許せん。こがあなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らをどこまでも追ってくる。こうやって一塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内容もあるんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れれ。わしが戻ってくる前にここを出とけ。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞ。わしは。秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん。清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないっすからね。動くときは声かけてくださいよ。一つ聞いていいですか、キリュウさん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら、キリュウさんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見恒を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば、神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。岩見恒夫と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。俺は一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが帝王を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。